歌橋健一5月1日から1984年10月10日は日本の実業家、日番の創業者として知られている。歌橋又三郎の子として東京に生まれる。東京薬学専門学校卒業後、1910年父が開店した薬局歌橋夫人堂を後継者として経営する。後に独立し、1918年に日番の前身である。 宇多橋製薬所を設立した。製薬所に勤務中、輸入品であったゴム型の万草工について学ぶ。これまで負傷した際に用いた包帯に比べ、粘着力が大きくなり、父が完成させたチェコ出身の FJ ピックの製造法を用いた独自のゴム型万草工の発明、研究に携わった。宇多橋が研究した成果は反響を呼んだが、気温変動により、 ゴムが変質するといった問題が起こった。これによって経営難に陥った。しかし、1923年9月1日に発生した関東大震災による負傷者のために、大日本帝国陸軍が伴走膏を用いたことにより、経営が回復した。後に、キャレンダーを用いた伴走膏も販売し始める。第二次世界大戦中の1944年に24社を、 経営統合し、社名を、日藩工業株式会社を、社名変更指導者の社長となる。戦後には連合国軍、最高司令官総司令部からの要請により、セロハンテープの製造を始め、後に、セロテープという名の登録商標で販売し始めた。1961年には、日版株式会社に再変更し、ボールペン等の文房具におけるに匹敵する売り上げを、記録した。 没後は青山霊園に葬られた。ありがとうございます。